ピアノあるある、上達する人、上達しない人、上達しない人、練習編。こうやってさっきの通し練習はもう今日は30分も引いたし、終わり。ずーっと通し練習。間違えたら、なんか適当にぐちゃぐちゃってそのまま行く。上達する人！昨日は左手を練習したから今日は右手でも練習するか。ああ、こうやって動くんか。ひたすら苦手なところを練習、そして最終日に合わせる。するとこうなる。上達しない人レッスン編。あ、先生こんにちは。先生、ドラえもん知っとる？ドラえもんな、ドラえもん知っとる？ドラえもん、青い丸いやつ。先生、ドラえもん知っとる？あ、ピアノいい、今日はピアノいい、今日はピアノいい。しんちゃん知ってる？しんちゃん。お尻出すんだよ。全くレッスンをしない。レッスン中もずっとピアノ以外の話のネタをする。上達する人。先生、ちょっとここの指番号正しいですかね？読んでいってもいいですか？あー、なるほどなるほど。先生、ここのさ、右手どうやったら美しく弾けるかちょっと聞いてもらってもいいですか？移動が結構難しいです。音楽のことをきちんと相談する。上達しない人自宅編。よし、こないだの発表会の映像が先生から送られてきたけど、下手くそだったと思うから見るのが怖くてやーめよん。だけど見た方がいいな。よし、見ようかな。あ、 YouTube、フォルテ君って人上がってる、見よう。上達する人。お、先生からメールが届いた。なるほどなるほど。僕の演奏を送ってくださいました。よし、メモりながら復習しよう。やっぱここ間違えてるな。なるほどなるほど。やっぱりね、自分が聴きたくない音楽を人様に聴かせるなんてダメだろ。勉強勉強勉強、復習、自分の音を復習復習ヒー。こんな感じで皆様はピアノあるあるの上達しない人に当てはまってないでしょうか？気をつけてくださいね。というわけで、ここまで見てくれてありがとう。みんな一緒に上達しよう。よし、ドラえもんの時間だ。帰ろう。